アリ中からのマネさん、中村健吾は森保監督のインタビュー聞こえたと思わず吹いちゃってたんですか。そうなんだ。なんて言ってたよ。めっちゃしょうもないこと言ったからってこと。うわ、そこだけ聞きたいな。解任するしないよりしなきゃいけないですよね、普通に考えて。これスペインのメディアみたいに監督のメンタル破壊するぐらいインタビューしたし、まあそこで監督力問われるからね。シメオネにあなたのサッカー見てて眠いんですけど、あなたも眠くなりますって言ってたもん。森保さん、ハーフタイムの修正としてサイドの選手と中央の選手は距離感を良くするように伝えた。距離感を良くするってどういうこと。本当かなこれ。ひかたまさん、右に堂安、久保のゼロトップどうですか、日本人高さで勝負できないでしょうし。あ、それ全然いいと思うんですよ。僕は大迫の役割今できるとしたら僕堂安だ、久保だと思ってます。大迫やってることっていい時ってさ、ほんとゼロトップで全部背負ってるっていうより降りてきていいタイミングで受けるのよ。それ一番できるの久保ですからね。で、入れ替わりで入ってくるのが南野とか堂安なんで。ただこれを大迫の代わり久保っていう風に言うと、いや大迫みたいに背負えないじゃんみたいな、そこのほんとね、ワンシーンだけ切り取って言われちゃったりとかもするからね。これなんかだから構造の話ですね。4231のどこに誰がとかいうシステム論じゃなくて、選手に与える役割と行動。そう。フォーメーションっていうのはもう数字で電話番号でしかないから、中でする会話が重要って誰が言ってましたけど、本当それだと思います。森保の後半、修正どう伝えたかについて、あ、さっきのやつか、サイドバックとかサイドの起点作って選手の距離感を良くしてとは伝えました。監督のインタビューはダゾーンで見られるのか、この感じだと知らない人。そう、なんでもったいぶって久保サブなんですか。ヒロさん、サイトで介入証明集めてみませんか。さすがにスクマ証明集まれば協会も動くと思います。あ、そんなことに時間使わないです、僕。そんなどうでもいいことに。次の監督選べるんだったらいいですけどね。森保さん辞めたところでね、次しょうもない人来たら。僕には僕の人生がありますし。そういうふうに、スパチャで提案してくれたらありがとう。ダゾンで言ってたんだ。ちょっと後で見ておきますね。